家庭菜園ライフ。目黒区で菜園している川西です。今日は3月後半のスナップエンドウのお世話についてご紹介していきます。3月も後半に入りまして、いよいよスナップエンドウもどんどん茂ってきている時期だと思います。順調に育ってるよ、そんな方もいらっしゃると思いますが、ちょっとほっといてするうちに茂ってきてしまってどうしたらいいんだろう、そんな方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。今日はこの時期に必要なお手入れについて一つ一つご紹介していけたらと思います。この時期注意していただきたい病気もあるので、そちらの対策もご紹介します。最後にご質問にもご回答します。ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、それでは現在のスナップエンドウを見ていきましょう。こちらですね、11月12月くらいに種まきしたエンドウになります。ちょうどですね、背丈が30センチくらいになるところですね。こちらですね、誘引するための紐をかけています。こちらのかけ方なんですけども、スナップエンドウのつるが外に倒れていかないで上に来るように周りを一周麻紐で囲っています。でしっかりですね、支柱に結ぶときによく巻いてあげてずれにくいようにしています。間隔は15センチから20センチで開けていて、皆さんこうやって支柱を立てて誘引してる方、どんどんこうね、外から支柱が中に入ってきちゃったりとかして、あと下の段が緩んできたりしがちなので、そういうところを気をつけて、しっかり支柱を四隅に差し込んで、この緩まないように気をつけて巻いてあげるといいと思います。このようにその中にバッテンで入れてあげると、より捕まるところが増えるのでおすすめです。ちょっと手間なんですけど、このやり方を誘引の時にしてあげるのが私はいいと思うのでおすすめです。これさっき作業したばっかりなんですけども、絡みそうになってますね。このヒゲがね、このすぐ捕まるところを見つけるのってすごいなと思います。皆さんも早めにこの作業やっていきましょう。先ほどご紹介した支柱立てと誘引に関しては必ず皆さんやってください。苗が小さい時期ではないと、もうスナップエンドウその後手出しできなくなってしまいます。私それをせずに放置してしまった経験があるんですけど、できたはできたんですが、やはり下の方が混み合ってしまって、うどんこ病になるのがとても早くなってしまったんですね。なので必ずやっていただきたいポイントになります。それではそれ以外の3月後半にやっていただきたいことをご紹介していきます。1つ目は防寒対策を外していきましょう。この時期ですね、そろそろ暖かくなって、逆に防寒していると株元のあたりですね、特に蒸れてきてしまいます。これを防ぐために、今まで冬の間していたこちらの対策を解いていきます。風が強かったり寒い地域では気候を見て少し長くやってみてもいいと思いますが、そうでない地域の方は外してみてください。こちらですね、スナップエンド折れやすいので、風対策っていうのを重視するっていう考え方もありだと思います。私たちの東京の農園ではもうかなりあったかいので、このタイミングで取っていこうと思います。せっかくここまで大きく育ってきてくれた茎が、ね、折れてしまったりしないように気をつけて外していきましょう。今年東京寒かった日も多かったんですけど、なんとか冬越しできた子が多くてよかったです。はい、このように外していきました。これで通気性が良く病気の予防にもなります。2つ目が株元の剪定です。はい、こちらご覧ください。かなりですね、こう込み入っているし、こう枯れてしまったような茎もあります。まだですね、これくらいの少しこう空気があるような、少し株元が茂りすぎていない状態であれば、葉っぱがこのですね、独立できるような密度であれば剪定していきましょう。こちらの茎切っていきます。でこの時に気をつけていただきたいのが、スナップエンドウの茎がとても折れやすいので、あまり無理して引っ張ったりしないでほしいです。これがこの辺が混み合ってるので、ちょっともうここで切っちゃいますね。ちょっとでも取れればここが風通し良くなるので、それで OK としていきましょう。ここたくさん脇芽だったりが出ているので、あまりこのどれを残したらいいのかとか怯えずにやって大丈夫だと思います。ひ弱な脇芽も切っていきます。もうこの辺カラカラになっちゃってますね。
はい、ここすごくすっきりしましたね。かなりいいと思います。このような作業をしていってください。続いて3つ目です。うどんこ病の対策をしていきましょう。うどんこ病とはカビの病気になります。この時期からスナップエンドが育ってくるととても発生しやすい病気になりますので、早め早めの対策が必要になってきます。うどんこ病は感染していくと、うどんこという名前の通り白い粉のようなものが葉っぱにたくさんついていきます。そちらが徐々に広がっていって、どんどん株に移っていって、最終的に葉っぱが光合成ができなくなって枯れてしまうということが起こってしまいます。これはですね、早めの対策が必要になります。それではこちら見てください。なんと、もううどんこ病発生してしまっていました。これはやはり通気性が悪いことが原因かもしれません。かなりこれ早くですね、植え付けした苗なので成長が早くてっていうのも影響してるかなと思います。対策には重曹水をかけていきます。それでは対策をやってみましょう。こちらね、今どんこ病かなっていう箇所がこちらの葉っぱになります。これくらいの量だったら、まずはカットすることを考えていきましょう。というのは、先ほど話したようにカビって広がるタイプの病気なので、こちらのあるものに関しては除去、これが一番早くなります。ハサミでカットしていきます。こちらの今使ったハサミは必ず使い回さないように注意してください。よく消毒するようにしてください。それではカットが終わったら予防していきましょう。今うどんこ病の葉っぱカットしたんですけども、少なからず病気が広がってる可能性があるので、こちらの重曹水で予防していきましょう。重曹水の作り方は、水1リットルに対して 1g の重曹を溶かしてください。これで重曹水の完成です。こちらをこういったスプレーボトルに入れて、さっきの病気があった箇所を中心に少し噴霧していきます。重曹はアルカリ性で、カビは酸性だと広がりやすいので、アルカリの力でそれを防いでいくという仕組みの予防方法になります。あくまでこちら予防になりますので、治すものではないよということを覚えておいてください。週1回程度このようにかけてみましょう。最後は茂りすぎてしまった時の対策です。これは皆さん意外に陥りやすいと思うんですが、ちょっと放置している間にもしゃもしゃになってどうすればいいのっていう状況ですね。これに陥ってしまった方がいらっしゃると思うので、そちらどうしたらいいのかもご紹介していきます。こちらご覧ください。こんな風にですね、もう花が咲いてて、元気なんですけど、もう何の隙間もないくらい茂ってしまっています。こうなってくるとですね、もちろん枯れているところとかあるんですけども、ちょっとやっぱりスナップエンド折れやすいんですね。これを頑張ってこのつるなんかもほどきながらっていうのはちょっと現実的に無理があるので、こういった場合はもうここに関しては触れなくて大丈夫です。このあとこの上にどんどん伸びてきた時に、このもしゃもしゃしたところがいい具合に土台になってくれて上になりますので、こうなっちゃった時はもう大丈夫って覚えてみてください。でもできる限り手入れしていけばいいと思います。例えばこの場合だったら、ここですね、下からこれちょっと一緒に春菊植えてるんですけど、こういうところに手を入れてもらって、枯れてるところなんかがあります。こういうところに関しては、取っていく、こういったところですね、こういう枯れた葉っぱがあったらちょっと無理のない程度に切っていくくらいだったら大丈夫ですよね。こういう風にして少しでも株元すっきりさせてあげて対策してみてください。で、上の方でいらないのがもしあったら、見えてる範囲で取れるところがあるよっていう場合だったら少し手入れしてもいいと思いますが、基本的にはこんな感じで、こうなったらしょうがないよっていうことをご紹介しました。あとは先ほどご紹介した重曹水ですね、これはちょっと活用してみてください。こう込み入っているのでうどんこ病にはなりやすいです。このように定期的に散布するようにしていきましょう。たくさん複数の株をスナップエンド育てている場合は、もし一つうどんこ病になってしまったら、その株をもう丸ごと諦めてしまうというのも手になります。結構一株で成長が旺盛ですので、うどんこ病が全部感染してしまうリスクを取るよりかは、一つを早めに諦めて他を取るっていう作戦も有効だと思うので、勇気を持ってその選択もしてみてください。
4月以降収穫シーズンに入っていきます。3月にしっかりこの時期お手入れをして、4月以降トラブルがないようにしていきましょう。それではコメントにご返信していきます。こちらのランキングの動画にコメントいただきました。昨年の秋にビーツを初めて栽培して、ビーツが好きになりました。春の栽培したいと思います。初心者でビーツの春の育て方が分かりません。寒い日がまだあるのでビニールトンネルをした方がいいでしょうか、というご質問いただきました。ありがとうございます。3月の中旬くらいまででしたら、ビーツ種まきした後にビニールトンネルしたらいいと思うんですが、それ以降暖かくなってきたらトンネルは逆に暑くなりすぎてしまったりすることもあると思うので、必要ないと思います。防虫ネットに切り替えて育ててみてください。育てるときは穴あきマルチなどを利用するといいと思います。ビーツですね、育てられたので秋にもうご経験があるということでお分かりになると思うんですけど、根菜で大きくなるので間引きをしっかりしてあげることがポイントになると思います。比較的虫被害に関してもビーツは強い方ではありますので、春夏の生育が旺盛な時期の、ビーツ育ても楽しんでいただけたらと思います。ぜひ頑張ってみてください。今日はスナップエンド3月後半の重要な作業についてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。それではまた。